縄スタイルの達也です。よろしくお願いします。今回はメインチャンネルの方で沖縄移住を予定している人は電話で詳しい話を聞かせてくださいって動画を上げているんですけど、千葉県在住の40代男性から年内に沖縄に移住しますとメッセージをいただきまして、その詳細をお話ししていただけるということなので、移住を決めた理由などを聞いてみたいと思うので、早速電話してみます。もしもし沖縄、あ、どうも、沖縄スタイルの達也です。あ、どうも、はじめまして、ケンジです。はじめまして、ケンジさんですね。はい、はい、よろしくお願いします。ちなみに、年内に沖縄に移住をするっていうことですよね。そうですね、まあ年内というか、まあ、当初の予定は、はい、4月の、つまりゴールデンウィークからと思ってたんですよ。あー、なるほど、はい、はい。ただちょっと会社、今の勤めてる会社のでどうしてもちょっとやんなきゃいけないことが一つずつあって、あ、はいはい、それがちょっと今伸びちゃってるんですね。ああ、そうなんですね。それでまあ一応遅くても7月っていう感じですね。その仕事もとりあえず一段落したら会社を辞めて移住するってことですかね。あ、そうです。会社は、まあ、東京都内にしかないんで。あ、はい、あ、じゃあもうかなりの決断だったんじゃないですか。そうですね、もう、そうですね、3年ぐらい前からずっと準備してきてるんで。ああ、そうなんですね。ちなみになんで沖縄に移住しようと思ったんですか。ああ、そうですね。これ逆に達也さんにも聞きたいところなんですけど。そうですね。全然聞いていただいて何でも。なんですけど、まあ、はい、自分は、まあ、好きだからっていう、もうこの一言なんですよ。で、まあ、なんで好きになったかっていうところなんですが、はい。そうですね。まあ、もともと、沖縄に初めて行ったのってまだ4年ぐらい前なんですね。あ、そうなんですね。まだそれぐらいなんですよ。はいはい。その時はまあ社員旅行で行ったんですけど、まあ、はい、今の会社じゃないんですよね、1個前の会社の方で、はい、社員旅行で行ったんですけど、はい、その時はなんですかね、ハワイが大好きで、はい、グアムとハワイ、まあ、そういった本当に、ね、いいですね。ビーチ系の、はい、南国リゾートが大好きで、はい、で、まあ、当初はですね、ハワイに行きたいなって、まあ、バックで将来的に、はい、よく、まあ、ちょっと調べれば、はい、はい、そうですね。葉っぱじゃないんで、はい。なんで、まあ、あんまり、なんて現実性がない、実現性がないというか、はい、というところですね。で、まあ、そんな漠然とした思いから社内旅行の話がいくつか出てきて、はい、でそのうちの一つに沖縄があったんです。まあ行って、まあ、結構、まあ、楽しかったですね、はい、でそこからちょっといいなと思い始めたのがきっかけなんですよ。ああ、なるほど、こうなんですかね、はい、こうハワイにはまだないですね、沖縄のすごい良さっていうのを気づき始めて、はい、今では本当にもう本当沖縄一色ですね。あ、そんなにハマったんですね。そうですね。今沖縄一色です。はい。まあ、ハワイも大好きですよ。まあ、はい、コロナがね、終息すればね、行きたいなっていうことで話はしてるんですけど。はい。ハワイとかグアムとかそういうところが好きってことは、なんか海系の趣味とかなんかそういうのがあるんですかね。いや、別にそんなにこう、なんですかね、もう例えばサーフィンやりますとか、はい、いう感じではないんですけど、まあ、行けば例えば体験ダイビングとかそういうのもやります、はい、うん、まあ、ぜひ、はい、そうそう、毎日サーフィンしたいですとか、まあ友達にはいるんですけど、はい、そういう感じでは特にないんですが、雰囲気がやっぱこうゆっくりな雰囲気がやっぱり好きですね。ああ、そうですね。それはありますね。僕も沖縄移住を決めたのは、まあ単純に沖縄が好きだからっていうのがあって。あ、同じなんですね、やっぱり。そうですね、好きだから。はい、10代の頃から沖縄旅行は何回か行っていて、あ、で父親がダイビングのあれです。ダイビングのインストラクター、はい、やってたんで。あ、そうなんですね、はい、でそれでダイビングもっとやりたいなって思って、もう若いうちに思い切って行動しようってなって沖縄に行ったんですよ、僕の場合は。あ、なるほど、は
はい、あ、そうですか。じゃあ、逆に言うと、その、まあ、多分単身で行かれたんだと思うんですけど。あ、そうですね。はい。じゃあ、家族の反対とかあんまりなかったんですかね。あ、もう、ないですね。もう、あ、もう、行ってきなー、みたいな。もう母親も父親も沖縄大好きなんで。それはもうすごいいい環境でしたね。そうですね、はい、後押ししてくれたんで、あ、じゃあ行ってくるわって。移住しやすいですよ。移住しやすいですね。やっぱ一人だったっていうのも大きいですしね、はい、でちなみに、ご結婚されて奥さんがいるっていうことですよね。あ、そうです、自分はそうです、夫婦になります。それって奥さんは初めどう思ってたんですか。今もう納得してくれてるんですよね。あ、今は全然大丈夫ですけど、あの当初どうだった、まあ、嫌いじゃないですよ、ハワイ初めて行ったのに、はい、まあ、夫婦で初めて行ったんですけど、はい、僕はもう何回も行ってますよ、僕は何回も行ってますけど、はい、奥さんは初めて僕と行って、はい、まあ、すごい満喫してて、また行きたいなってたので、はい、で沖縄もまあ都内、あの同じね、日本だから行きやすいじゃないですか、そうですね、時間も3時間半かかんないし、はい、行けますね。で初めて一緒に行ってから、だいぶその、はい、まあ、今あれかな、嫁さん自体は何回ぐらい行ったんだろう、あ、5、6回ぐらい行ったのかな、あ、まあ、そういうのもあって、だいぶ、はい、もう沖縄って今なっちゃってますから、はい、ただ嫁さんも仕事してるんですよ、やっぱり。なんで、あ、普通に、そっかそっか、はい、社員やってますから、はい、いずれ僕だけ先に行って、はい、ああ、なるほど、はい、目処がついたら、そうそう、でしたら今、まあ、嫁さんも、まあ、嫁さんの会社すごく柔軟性がある会社なんで、ああ、素晴らしいですね。今リモートで会社にほとんど行ってないんです、はい、ああ、そうなんですね。家でやってるんですよ、パソコン、はい、うん、ああ、それいいですね。もしかしたら、はい、続けながら沖縄に行ける可能性が結構ある会社なんですよね。それ一番理想だと思います。最高な形だと思います。じゃあ、去年、まあ、お一人でケンジさんがいろいろ沖縄県で探して、もう住む場所とかってある程度決まってるんですか。うん、そうですね、なんかちょっと今まだわからないんですけど、はい、新築マンションの契約だけはもう去年の2月にしてるんですよ、うん、まあ、それが通ればそこですし、はい、通らなければまあ賃貸ですね、はい、そういう感じです。なるほど、そっか、やっぱ家を借りたり買ったりするのも結構移住者だと難しいっていう話はちょっと聞いたことはあるんで、ちなみにあれですか、那覇市内とかになりますか。そうです、一応今の買ったマンションは嫁なんですけど、あー、いいですね、はい、なんで場所は多分一番いいところだと思います。そうですね、新都心とかあそこら辺は割と新しいところなので綺麗ですしね、はい、であそこでちょっとやっぱりなんか知人といいますか、はい、向こうで行ったらいろいろ仕事を、はい、一応なんかね、パートナーっていうんでしょうかね、お手伝いしてくれると結構那覇市にみんな住んでるんで、あ、そうなんですね、そういう環境ちょっと当たってちょっと那覇市に住まざるを得ないといけませんね。そうか、仕事も結構斡旋してくれたりとか、そういう知人がいるのはかなり大きいと思いますね。もともと知ってる人とかじゃなくて、はい、沖縄に行って知り合ってってことですか。じゃあ、あ、じゃあほとんどですね、はい、あ、すごいですね、活動的ですね。やっぱもともと知ってた人は、一人いたんですけど、はい、なんすかね、前の会社の同僚で沖縄から来た人がいたんですよ、はい、あ、はい、チューブの、はい、とにかく連絡が取れないんですよ。でも連絡来てることは気づいてるんですよね。そう思いますよね。その会えた日も結局、はい、何日も前から連絡をしてるわけですよ、こっちは、はい、で結局返事がなくて、で諦めてたんですよ、その、はい、予定はなかったんですけど、はい、でエンダーかなんかで朝食べてたら、はい、現場で、はい、でそしたら急になんかメールが来て、結局会えますみたいな。うん、まあ、それでね、会えたんですけど、はい、
でも移住者さん多いですね。僕も向こうで知り合った中で半分ぐらいは移住者さんですね。あ、今移住者かなり増えてるらしいですね。やっぱさっきおっしゃってたように、あの在宅勤務とかテレワークができるような会社が増えたじゃないですか。はい、でそれをきっかけにじゃあ地方に移住しようっていう人がすごい結構いるらしいので、はい、脱東京してる人がそうですね。まあ子供とかいるとね、はい、まあ、ちょっとご家族に、そうですね、学校のほら、つながりとかありますしね、はい、いいタイミングできればいいですけど、はい、なかなかちょっと理解するのは難しいんじゃないかなっていう気はしますね、はい、やっぱり、はい、お子さんはいらっしゃらないです、ね、いないです、ね、あ、いないです。なるほど、そかそか。じゃあ2人ならまだそうですね、移住はしやすいです、ま、そうですね、まだ、はい、嫁さんの、理解があれば大丈夫かなと、はい。ちなみにあの移住する時のその移住資金みたいなのって結構やっぱり貯めてから行く感じですか、ね、どうなんですかね。まあよくほらあの移住動画ってあるじゃないですか。ありますね。いっぱい上げてる方、大体私も知ってるんですけど。その中の一つが沖縄スタイルさんだったんですね。ああなるほど、ありがとうございます。なんですけど、あれだからなんだ、 あんまり当てはまらないっていうか、なんですかね、なんか 4,50 万円で移住できますとかって言われても、まあ別にそんなあれなんですよ、自分たちはもうこういう年ですし、はい、もうなんですかね、それじゃなくて行った先、行った後でどう生活の収入を得るかっていうところの方のこう主眼なので、ああ、はい、なんかそうですね、僕就職するつもりないんですよ。あ、なるほど、はいはいはい、勤めるつもりなくて、あ、もう、はい、向いてない、まあ向いてないんで、もうやらないんですよ。会社に勤めるのは向いてないんですか。会社員が向いてないですね。じゃあ個人でやってた方が気楽だし。けど、まあ向こうで就職するのも大変ですから、年ですんで、はい、なんですけど、途中であもったいないなと思ったんですよね。会社員やりたくないし、はい、自分でやった方が儲かんなと思ったんで、はい、いやもうやちょっとそれはもうやめて、まあはい、あの自分で向こう行って やろうかなと思って、今こうなんですかね、はい、準備を、まあ、時間かけてやってるっていう状況。あの急にパタッと更新がなくなって、あー、で、そうですね、そうどうしたんだろうと思ってたら急になんか言いなくなりましたみたいな。そうですね、ちょっと前その頃結構動画頻繁に出してたんですけど、まあ、僕もいろいろと沖縄での会社の方でいろいろあって、ちょっともう出ないといけないかもなって思ったんで、ちょっと時間がなかったんですよね。でちょっと動画の更新が止まってしまって、でそれでもカズさん僕東京帰りますっていう感じになってしまったんですよ。まあ何があるかわからないですけど。そういうことだったんですかね。はい、あ、じゃああれですかね、一応またもうあの沖縄にも行きたいな、今後また移住したいなっていうところはまだそこまでは至ってない感じですかね。まあ、まだわからないですけど、やっぱり僕も性格的にこう地元は東京ですけど、どっちかといったら東京が苦手で、はい、あの人混みも苦手だし満員電車も大嫌いなんですよ。ああ、まあ同じっすね。同じっすね。で今後ずっとこれでいいのかなって思った時にやっぱりちょっとうーんっていう気持ちがあるんで、やっぱり地方って、はい、かな、地方には行きたいかなとは思いますね。はい、はい、沖縄じゃなくても沖縄が一番いいですけど、うん、やっぱ本当に沖縄で4年半ぐらい生活しましたけど、はい、やっぱ最高でしたね。うん、な何をするにしてもそうですし、もともと僕東京で生活しててもあんまり人と関わるようなタイプじゃなかったんですよ。はい、ずっともう会社のことばっかりで、なかなかこう友達と遊びに行ったりとか飲みに行ったりとかっていうのもそんなにしてなくて。そうなんですか。ちょっとそれは意外でしたね。まあ行きますよ、行きますけど友達と遊びに行ったりとか、で頻繁には行かなくて、はい、でもう仕事でいっぱいいっぱいになっちゃってたんで、はい、でそれ
が嫌になって沖縄に行ったんですけど、はい、っていう理由もあるんですけどね、はい、でそうなって沖縄で生活してたら、はい、で人とつながっていくことがすごい増えたんですよね、うん、でなのでやっぱ東京で生活するよりも自分は沖縄で生活してた方が、まあ、仕事はもちろんちゃんとしますけど、こう人とのつながりとかたどっていろんなことに発展していきますし、はいはい、やっぱ沖縄の方が合ってたのかなっていうふうには思いますね。なるほど、人との、ね、つながりがなんかすごいいいってねやっぱり言いますし、はい、なんかまだちょっとここまでは実感できてないんですけど自分は、はい、なんか表面上用意してますね、なんか本当のところわかんないですけどねまだ、はい、そうですね、うんまあ、中では何を思ってるかわかんないんですけどまあでも基本的にすごい温かい人が多いですねやっぱ沖縄は。そうだからなんかすごくいいですね、のんびりしてるしちょっとねのんびりしすぎちゃうところはありますけど、はい、ありますね、うんまあ、そういうところも含めて好きではありますけど、そうそう、はい、沖縄って結構横のつながりとか大事にするんで、そうですね、すごいみたいですね、はい、なのでまあ身内以外でもやっぱ優しくしてくれるのはそういうところがあるからなのかなっていうのは思いますね。うん、そうですね。ね、家族のねつながりはすごいと思いますしね。うん、そうですね。やっぱり。はい。うん、まあ僕はたまたまねまあ理解の奥さんで、はい、まあなんかついてきてくれてはいるんですね気持ちは。はい。なかなかのスーツ着たら難しいんじゃないかなっていう気はしますね。うん、そうですね、うん、一人で移住するのは簡単だと思うけどやっぱ一人じゃない場合はちょっといろいろとね理解が必要になってくるんで、そうそうそう、はい、まあ、あと費用面でもねやっぱりこう、そうですね、仕事大丈夫なのとかってやっぱありますから、はい、まあ、それは変わらず自分ももちろんあるんですけど、はい、まあ一応嫁さんもそのまま仕事を続けてくれるっていうね、そこまで言ってくれてる、はい、ありがたいですね、はい、そうですね、それ続けられるんだったらやっぱその会社すごいありがたいですね、いい会社です、すごい会社だと思います、もううち、はい、うちとのギャップがすごいですよ、その白と黒のギャップ、ね、あ、そうなんですねまあなんとか行くかどうかちょっとなんとか分かんないですけどね、はい、自分としてはもうずっと準備してきたんで、そうですよね、あと沖縄の、まあ、仲間っていうかね、そのパートナーっていうかですね、はい、知り合いにはもう移住するってもう完全に公言してるんで、はい、じゃあもう叶えないといけないですね、すごい公言しちゃってますからもうやるしかないんですよ、はい追い込んじゃってるんじゃないですけど、はい、自分のことをね、いやなんとか叶ってほしいですね、沖縄移住は。ありがとうございます、はい、ぜひ叶えてほしいですし、なんか進展があって沖縄に移住しましたってなったらちょっとまた連絡ほしいですね、で必ず沖縄移住叶えてください。あ、そうですね、もう やるしかないです、ね、はい、じゃあすいません長々と、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということでケンジさんに詳しいお話を聞かせていただきました。まとめると約3年前から沖縄移住の気持ちがあって準備してきたのがようやく今年の5月から7月ぐらいには移住できるかもってことでしたね。奥さんもいてまずはケンジさんが先に移住するって言ってましたけど、もしかしたら奥さんは今の会社のまま沖縄に来れるかもしれないってことだったので、今の会社のまま来れるといいですね。で確かに僕の知り合いでもどちらかが先に移住して後から合流するって夫婦も何人か知ってるので割と多い考えなのかもしれないですね。仕事も個人でやっていくっておっしゃってたのでそれができるのも強みですよね。移住の方法って人それぞれで様々な考えがあると思うので、もし迷っている方は参考にしてみてください。ケンジさん貴重なお話を聞かせていただきありがとうございました。それと同じように今後沖縄に移住したいなと思っている方や移住済みでこんな生活を送っていますってお話をしてくれる方は僕にメッセージをください。あとなるほどなと思ってくれた方はチャンネル登録と高評価ボタン、コメントもいただけると嬉しいです。ということで沖縄スタイルでした。